さあ皆さんのお向けです。今回もですね、以前ちょっと釣り具をいただいたメーカーさんからまた追加でねいただいてしまいまして、どんだけもらうんだっていうね、ありがたいんですけども、で、ロッド買ったりとか、ルアー買ったりとか、あとこの僕にはなくてはならない釣りアイテム買ったりとかね、そういうのを紹介していきましょう。はい、でメーカーさんから何もらったのかっていうところなんですけれども、高階救命具株式会社さんっていう以前いただいたところなんですけれども、ブルーストームっていうね、釣りのブランドを展開してらっしゃって、それの釣りフィッシングウェアかな、フィッシングウェアを以前いただいたんですよ。ウェーダーであったりとか、ハーフパンツであったりとか、そういうのいただいたんですが、今回はちょっと2点いただいてまして、これ1点はすでに使ってるんですけれども、これですね、もうなくてはならない僕にとってね、この必要不可欠なキャスティンググローブ、こんな感じの、ちょっと違うよね、シマノとかよく使ってるんですけども、デザインが違うというか、ブルーストームって入ってるやつですね。一回履いてみるけども、これ使ってるので軽くレビューしておきますと、一長一短ですねこれ、これ今履きました。でまずこのグローブ、これいいところなんですけれども、フィット感がめちゃくちゃいい、この作りとこの素材感がいいんでしょうね。フィット感がすごくいいので、ちょっとね細かい作業ができるというか、指先がこう繊細に動く感じがします。履き心地もよろしいです。もちろんねフィットするんで若干締め付けられてる感はあるんですけど、別に不快なものでは全くないし、むしろちょうどいいかなという感じがします。フィット感がいいがゆえに、ちょっとその僕手はねちっちゃい方なんですけど、今これ M サイズなのかな、ぴったりなんですよ。ほらもう指先までもう完全にぴったり、試着した方がいいだろうねこれね。でしかもこれね、ほら今手首のところとかが見えますかね、結構細いんですよ。細いっていうか、ほらスリムな作りなんですよね。だから履くのがねちょっとしんどい。これだから汗かくと余計に、そう、僕これ9月ぐらいからかな使わせてもらってるんですけど、汗かくとめちゃくちゃ履きにくくなるこれで、シマノとかのグローブはここがねマジックテープになってて広がるからスッと履けるんだけども、フィット感がいいがゆえに汗をかくと結構履きにくさを感じるという、ただ履いてしまったらシマノとか今使ってるやつよりも気持ちいいです。はい、そんな違いがあるという、はい、このブルーストーンさんのグローブですね。でもう一点いただいたのが、今開けながらこれ、はい、こちらですね、 BSJRV203F ブラック M レイブンパンツネオプレンソックスということで、これなんだっていうの出してみましょう。はい、ちょっとこれでかい、この狭い撮影スペースでよいしょ。はい、これでちょっと見えるかな。はい、これほらネオプレンソックスがついて、こういうパンツになってる。これ何かというと防水パンツってって感じなんですよね。これやっぱ用途としては、例えば目的のポイントに行くのに潮だまりを越えないといけないと、でっかい波が来るとかそんなんじゃないんだけれども、なんかこうさーっとこう流れていく足元を、で長靴だと不安だなっていう時にこれを履いて、排水機能のある磯靴とか履いたりとか、あとサーフとかね、そういうので使えると。でじゃあウェーダーと何が違うんっていうと、ここですよね、パンツになってるっていう、だから肩ベルトとかがないんですよね、でしかも、うわ落ちた、しかもこのお尻の部分とかが補強されておるっていう、だから結構強いやつですよね。膝の部分も補強されてます、これありがたいよね。はい、コーデュラでしっかり防水なんで濡れないってやつですね。こんな感じですね、ベルトはこういう、これでこうやって締めていくっていうマジックテープタイプですね。はい、いいよね。でほらちゃんと止水チャック付きに握りやすい何取っ手がついてて、分けてこれいいね、すごく楽しみですよ使うの。はい、というわけで試していきたいなと思います。でこっからはね、普通のお買い物なんですけど、ロッドこちらです。
エメラルダスエア、これはねメインチャンネルにも出したんですけれども、ついにエギング用のロッドを買いましたまあ見てない方はメインチャンネル見ていただいたらなと思いますので、はい、またこれはね別途レビュー動画出したいなと思いますんで、見た目とかはそちらでじっくりお見せしたいなと思ってます。でこれですよね、これ何買ったのっていう、ちょっと前ね僕ね GoPro 水没させてしまったんですよね。なんか撮れるべきではないところが撮れて落下したっていう、あーごめん、三脚につけてたんだけども、ちょっと言うとですね、これ今カメラを取り付けてる三脚なんですけれども、まあ、ここにカメラつけるよね、ここ撮れたんですよ。えっね、このジョイントのここ撮れる、もうもっとちっちゃいやつですよ、もっとちっちゃい三脚も同じようなやつで、ここがスポーンって撮れて、えってなって、水没と、そういう悲しき GoPro 君の代わりに GoPro 買うのかね、それともオズモアクションっていう、今僕これ使ってるオズモアクション、これね、これを買うのか、もうはっきり言って2台ないと話になりませんから。例えばさ 2,3 日ね泊まりがけで撮影行って1台の GoPro 壊れちゃったらどうするって、そんなことで撮影止めてられんのですよね。だから 2,3 台は絶対いるから1台は絶対 NG ですよ。なんで買わないといけない。何を買う、 GoPro かこの Osmo アクションでめちゃくちゃ悩んだんだけども、どっちを選んだ、はっきり言って僕今まで GoPro ずっと使ってきました。で、みんなにオズモアクションを勧められて、ケイタ君とかにも勧められてオズモアクションいいですよって言われてオズモアクション買ってみました。で今使ってるんですけども、オズモアクション4ってやつですよ。半端ないっす、はい、半端なく UI が使いやすい、起動も早い、 GoPro と段違い、スイッチ入れたらすぐピコーンってついて撮影を始めてくれる、タッチ操作も滑らかで、ちゃんと適切に、あ、欲しいなって思うボタンが配置されてるのよ。GoPro より確実にそれは上。間違いない。じゃあ GoPro の方がいいところ何って言ったら、この端っこ、今この手やってるところの、この端っこ。端っこが多分 GoPro の方がちょっと、まあ、歪むというか、広いんですよ。だから、リールとか手元が GoPro の方が、ちょっとだけ映りやすい。ね、入り込みやすい。超広角で手ブレ補正を入れた場合の話です。これ動画撮らない方には何言ってるか分かんないかもしれないですけど、その話をしてます。だから例えば釣りしてるシーンをダイナミックに見せるには、まあ確かに GoPro の方がちょっと向きではあるかなと僕的には思ってる。で、あともう一個、音質はまあ、これもいいです。音質てか、オズモアクション4も良かったんだけども、 GoPro の方が割とこうフラットに撮ってくれるような特徴がありまして、でっかい声っていうか、テンション上がってうわって言った時の声、よっしゃ来たみたいな言った時の声ってオズモアクションの方が割れがち、あとリールのベール音とか、ベイトリールのねクラッチの音とかが割れがちなんですよ。それを編集でうーっていじって、まあ、なるべく聞こえやすいようには調整してるんだけども、その辺は GoPro の方が優れてるかなと。音質自体はオズモアクションも全然悪くはないんですけどね、録音の癖の話ね。じゃあどっち選ぶって話なのよ。めちゃくちゃ使いやすい UI にすぐ答えてくれる起動で、言い忘れてたけども熱暴走全くしないです。すごすぎ、本当に超使いやすいか、熱暴走するし UI はちょっと使いにくい、起動も遅いけど横の広さを取るか、あと音質のね、問題を取るかっていうところで、 GoPro なのか Osmo アクションなのかさ、どっち買ったのかっていう。さあ買ったのは、これにしましたはい、 Osmo アクション5 Pro、これにいたしました。もうね、いろいろ調べたんですよ。GoPro にしようかなっていう意思が固まり始めたところからいろいろ調べた。ちょうど Twitter にも投稿してたんでね、知ってる方もいらっしゃると思いますが、やっぱりこっちの方がまあ便利よねっていう。
もう GoPro とは比にならないぐらいの耐熱性能で、しかも寒冷地性能。 GoPro って寒すぎたら冬の琵琶湖とかね、干潮水泳みたいなことをしながら録音してると切れるんですよ。バッテリーがすぐなくなる、寒すぎて。だけどそれもまあ対応してるみたいだし、てかまあ実際にはこう使ったことないんですけども、その寒い時期にオーズモアクションっていうのを、でも熱耐性を見てると、あ、寒冷地仕様っていうか寒冷地での仕様も信頼できるなっていうぐらいに強いのよ。でね、こういうほらアタッチメントで磁石マグネットですぐパチパチってこう取り外しできたりとかも、とにかく利便性が半端じゃない。でしかも今回マイクが外部マイクね、それの超音質いいやつが接続できるっていうことで、しかも2台マイク2つね。だから固定カメラのところに1台置いておいて、で服に1個つけて、その音をすべてこれに収録するとかできるんですよ。やばくない？音質の面もとりあえずそれでおそらく改善されるであろうと、 GoPro よりはるかにいいであろうっていうことが伺えますし、問題はここの広さだけ、うん、こいつの悪いとこは超広角は広いんですけれども、クロップされちゃうんですよね、手ブレ補正入れると。まあ、ちょっとこの辺にしとこうか。はい、というわけでその動画撮ってる裏事情なんて知らねえよって話だと思うんで、まあ、開封はね一人やりますが、結局もう利便性の面からもう圧倒的に使ってみてよかったと。絵作り自体も悪くないし、で5はねよりいいこう暗所に強くなって GoPro っぽいような色味になったし、音は改善されたし、画角だけでもそれに目をつぶるぐらいのまあ優秀さがあるということでこっちにしました。であとね、まあ、付属品の類ですね、こういった考えました。はい、で、最近買ったルアーですね。ちょっともうこれ勢い余って開けてしまってるんだけども、はい、もうメインチャンネルでは使っちゃってますが、ここにいっぱいねネギ補充しました。もうイカにかじられまくって、もう動画外でも結構釣れてるんですよ。カットしちゃってるんですけど、ちっちゃかったりとか、もういっかってこんだけ釣れたし、もう動画には十分なるかっていうことでカットしちゃってるんですが、もうめちゃくちゃ釣れまして、冷蔵庫に大量にストックがあります。はい、そんだけ釣ってるとやっぱねエギもボロボロになってくるっていうことで、まあ、新しくしましたと。こういうやつとかね、はい、これパタパタエギのサンゴラトルナシかな、これですね。これがむちゃくちゃ釣れた。エギ王の何号だこれ、 2.5 かな。このエギ王やばいねこれ。ほんまに釣れるわ。パタパタ信者なんですけど、エギ王もすごい。よろしくお願いしますって、それ言っちゃうよねこれ。もうね、エギングの動画はね川上さんの動画しか見ないですね。めちゃくちゃ真剣でストイック感がちょっとあるじゃないですか。だからあの川村幸太郎さんとかバスのね、佐々木克也さんとか、ああいう方々に通ずるものがあるんですよ。であの二方も僕好きでよく見るんですけど、やっぱこう真剣な釣り動画って好きなんですよね。僕が多分そっち側の人間なんで、皆さんもね、まあ、エギングちょっとやってみようかなっていう方は、あの今まで全然知らねえよっていう人はね、山下のねエギングマイスター川上さんっていうのをね動画を見ていただければなと思います。はい、布教しておきます。エギングやってる人にはね、もう知らない人はいないっていうぐらい有名な人なんでね。でこれラトル入りの、ラトル入りのこのパタパタも買っちゃった。これでもさ、みんなこのエギをここにさケースつけて、それでブラブラ下げるじゃないですか。あっちの方が便利なのかな、やっぱ結局どうなんだろうね。ちょっとその辺は僕エギング初心者に近いんで、ね、模索していきたいなと思います。はい、でこれがエギオ系の軍艦グリーンっていう、あのなんか有名なカラーみたいですね。僕あんま詳しくないんですけど、はい、サンゴで、これデュエルのなんかこれもやたら早く沈むね、このデュエルのエギね。でここに何のエギだこれ、よくわからんけどエギあります。これ何のエギだ、これ前から持ってたやつですね、はい、これは2号のエギです。で、そうそう。で、これもむちゃくちゃ釣れるんですよね。これやばいのよ。これ。これメインチャンネルでね、映ってたと思うんですけど、これもやばくて、もうなんか、ちょっともう墨が入っちゃって黒くなってますけども。これめっちゃ釣れる。これなんて色だったか忘れたけど、ほら、噛まれて剥げてるでしょ。よく釣れますね。これラトルなし。エギオ K ですね、これ。の3号。
で、これは信頼のパタパタ。はい。まあ、そんな感じでね、いろいろ購入させていただきましたと。で、さらに、最近買ったもので言うと、これね、もう、セルテート SW。これも買いましたし、ちょっと今もう車に積んでしまってるんですが、ソルティストの150も買いましたよということで、いろいろ釣り具購入しております。まあ、これらの釣り具を駆使してね、秋の釣り楽しんでいきたいなと。12月後半ぐらいまではもうずっと秋のお乗りなんで、ここからね2ヶ月ぐらいか走っていきたいなと思います。それではまたお会いしましょう。ケイでした。